知りたいとか、投資の例みたいなのを見たいっていうのがありますよね。やっぱりインデックス投資っていうと、長期にわたるので、どれぐらい実際効果あるのかっていうのを、やる前に知りたいという人結構いるんですけども、一つですね、サンプルを言うと、例えば、銀行預金にですね、普通に入れていったら820万円ぐらいのものが、20年ですね、それを3万円ずつ投資していく形にすると、1900万なので、2倍以上ですね、1900万、2000万、約2000万ぐらいの、複利の効果になっています。なので、20年後にそれぐらいってことですね。なので、倍以上っていう、3倍弱という感じですかね。それぐらいあるので、インデックス投資、SP500、勉強もせずに投資をしたいっていう方には、素人の方にはおすすめかなというふうに思います。インデックス投資についてやっぱり SP500